どうも皆さん、キミ F です。罪ゲームクイズキャスト、そしてモノミス続きをやっていきたいと思いますが、今回も出勤前の短い時間でやるっていうので、30分ぐらいできたらなぐらいに思って始めてますけど、下水道をね、探索してるんですけど、マップが、ないので、迷わないように。ただ、ここもそうなんですけど、至る所にリサンドリアへの、リサンドリアに限らない気がしますが、前回、川のところにもね、あったので、いろんなところへの出口があるんだったら、そこまで迷わないかなと思うんですが、あいつ強いから、体力減ってんな。あいつは強いから、各攻撃破したいんだけど、呪文が尽きた。尽きると暗いね。どうや、なんだろうね、毎回、これは厄介なんだけど、ここを登らないのかな？ AI がここは段差だからって判断してるのかな？それはありがたいんだけど、もう棒立ちになるからね。バグな気がするんだけど、これ。こんなに棒立ちなわけないでしょ、こいつは。でこっち向く、登ってこないんだよね。これあれに似てるの、あれに出てきたやつ、名前ど忘れしちゃった、バイオハザードっぽいゲーム、RE2 を作ろうとしてたけど、本家が RC 作ってるからってなったやつ。AI がここが道、ここが段差って判断してるから、段差を登ろうとしないだけなのかな。反撃はしてくるもんな。そうすると私はこの下水に降りないように戦えばいいだけなんで、楽といえば楽だが、スライムだな。スライムは飛び道具を持って、あいつ登ってくるな。やっぱりそうなんじゃないかな。あそこ段数ちょっと低いところだもんね。やーべ、段差低いところから登ったもんね、スライムもわざわざ。ってことは、ちょっと待って、一応ちゃんと回復して、で、そっか、こっちの方が価値があるから、こっちにつけときっていうんだな、多分俺。デザインいいけど、換金アイテムっぽいんだよね、これ、ただの。で、誰に気づかれた？あいつかな？こいつ気づいてるの？あれ、どっか行っちゃった。
あーやべ、登ってきたな。そっか、登ってくる、それは登ってくるよな。降りることはするか、降りることもする。あーなるほどね、あそこに引っかかってくれたら楽だっただけか。じゃあ基本的にはそんな楽な相手じゃないな。あと気になってるのが頭とか切った方がダメージ大きかったりする、もしかして。こいつはたまたまここに引っかかってくれるってだけね。ことね、盾があんまり効果が感じられないんで、盾をもう置いてきちゃってるんだけど、持ってきた方がいいのかな。あそこの奥にもいる。そっちにスライムがいるんだが、割と早いんだよなスライム。こうくるくる回って戦えたらいいんだけど、ロースライムなんとかって、こいつはこそは私は名前は分かってるんだよな。よし、あっち側にもいる。スタミナが尽きたらちょっとやばい。よし、ただでも普通に戦えるようになったな、スライムとは。こんなとこにあるパイはあんまり良くないんじゃないかな。初めから壊れてる樽にもなんかアイテムがあったりするので、ランダムに壊されてるのかな、ああいうの。それとも壊されてる樽は初めから壊されてるんだけど、そこにもちゃんとアイテムの判定があるのか。あ、あれがある。あれちょっと見に行きたいな。なんかそういうことやってるとでも迷いそうなんだよな。ちゃんと自分でこれはマッピングするべきかな。スイッチとかあるかな。うっ、この出方怖いなこいつ。やばいやばいやばい、ちょっと広いところに行こう、広いところに行こう。これが厄介。で、戦ってる時にうろうろしちゃうと、ここだ、ここに乗っ